まこなこです。女性武将制限ようやくここまで来ました。そして武将の数が今22名、ようやく2部隊編成もできるようになっています。ちょっと部隊の再配置などをやりつつ進めていこうかなと。さて朝倉漱石が6月にやってきましたね。ちょっと意外な月にやってきたかなと思うんですけど。我が領内に敵が迫っております。7万はちょっと多いな。だが武将の質という点では信長が入ってないだけでもありがたいか。じゃあ武将を出陣させましょう。ではこのような編成でやっていきたいと思います。鉄砲が2、4、5と馬が4部隊、そのような編成です。参りましょうか。場合によっては即座に攻め込むような状況まで持っていければ良いんですが、で戦闘がね起こっている時にはこの表情で部隊の士気上昇とかそうしたプラスのね行動にメリットがある部隊の移動速度上昇、こういったものを選んでいけば比較的倒しやすいんじゃないかと思います。これで表情終わります。まあ実はね途中から意識してこの辺りやるようになってますので、それでまあなんとかなってるかなといったところで、方策なんですがやはり戦闘系が全く伸びてないんですよね。誰も提案できないような状況なので、また提案できる状況になっても誰もまだ提案してきてくれないみたいなね状況なので、こうした条件も達成できてないものもある。なのでなかなか強くならない。以前もこれは言いましたけどね、新たに武将が入ってそれが育つことで特技を覚えてああいったものが使えるようになることを期待したいところです。さてここからもう一部隊出しましょう。部隊を分けているので、でもう一部隊出せるような状況になっています。今濃尾平野の方と、まあ、こちら側機内の方で2つの部隊分けてましたんで、そのあたりでうまくやっていければいいなと思ってます。ではもう一部隊はこのような編成で、兵糧に関してはねもう潤沢にあるのでこのあたりを心配しなくていいというのはかなり助かる。では見ていきましょう。まずは初戦戦っていきましょう。ちょっと陣所の場所の効果がどういう感じかは見ていなかったので分かりませんが、まあ、そうそう変な場所ではないと思いたい。敵は兵数少ない部隊もいるのでそのあたりから狙っていければなんとかなるんじゃなかろうか。このような編成でやっていきましょう。さて今回もマップが入り組んでいるのでどういう感じで鉄砲を配備すればいいかがわからないですが、早くも敵部隊やってきた。重いのか早いな。これなんだろう、敵攻撃力が落ちているということは奇襲部隊か何かか。もう鉄砲を撃てるので撃ってきましょう。なんだろう、流れ弾に向こう側の部隊をねちょっと食らってるかのような。ちょっとこれを抜かれるのは困るけれども、ご命令を。敵の前に入り込もう。ここも強撃してしまっていいんじゃなかろうか。あとは特段何もなし。これもこちら側強撃で普通に倒してしまいましょう。多分能力的にはもうそうそうね劣るようなことはないと思うので、ちょっと待ってくれよ、これ陣取られるぞ。ちょいと厳しいか。まあ一回取られてもその代わりも逃さないようにする。さて陣所はさすがに破壊されそうだね。まあ仕方がない、この部隊だけでも倒せれば良いんだが、こちら側は太鼓の効果で一気に倒してしまいましょう。騎馬突撃こんなところかな。あといい位置に鉄砲のところに部隊が来てくれた。
ここは守るのだ。まあ守りでやってるんでね、戦況の方も問題なく上がってるしで、一部隊回想、これでも戦況で振り切れそうだと思います。あとはここを倒して少しでも兵数も減らしておけばこの後が楽になるので、ドタ御前副将で連れてきてますけどかなり役に立っている。これで終わることでしょう。思い知るがよい。今は守る。いやあっさりだな、本当に強くなったもんだ。まあこれね、主力部隊を引き連れていたからというのもあるんですけど、もう一個の軍勢はあまり強くはないんで、それが敵と戦った時にどういう風になるかね、城を取っていきましょう。行きましょう。まずは八上城から。城を囲みましょう。この城まず一つ取って、これ敵がやってくるのを待った方がいいかもしれない。となると受刑には無理に今行かせずに、ちょっと八上城で待機。あ、敵別角度から来るな。ここか、ここ鉄砲優勢なのでここでいいかな。いや、もしくはもう八上城まで待つか。で受刑にをじゃあすごい遠回りさせて、参ります。途中でぶつからないことを願って、待機します。ここで待機しておきましょう。そして秋になって敵がどう動くか、とはいえね、いつもちょっかい出してくるのは朝倉なので、あーで斎藤家と同盟が切れた。まあ朝倉と今戦ってるんであれば、東側で北条氏康が動かない限りは安心だと思います。さて八上城の戦いは決戦しなくても大丈夫という話なので、もう外で終わらせましょう。結構兵数ごっそり減らされたけれども、で行きましょう。これは黒い城に行って、受刑にはさらに奥から、出陣します。よし、ここでまた一気に行きましょう。私たちの勝ちですね。武田城の方にも誰か部隊が来ているけど、これはそこまで兵数多くないのでなんとかなると思います。で朝倉総敵が3万の兵でやってくる、まあ、ここで待つしかない。ではやっていきましょう。今回は開けた場所なので鉄砲が使いやすい。敵はなんだろうな、先方は。お覚悟願います。徐々に敵がやってきた。まずは一部隊、あ、雨か。ご命令を。このタイミングになって、せっかくもう配備完了といったところで、ちょっと大谷義継を中に誘い込んで、攻めなさい。もうちょっと来てもらいたかったけど、まあしょうがない。まさか。と奥で奇襲食らった。でもう雨のままであるならば囲って殴りましょう。ゲチを始めましょう。大谷義継ももう行ってしまっていいでしょう。ご命令を始めましょう。ご命令くださいます。始めましょう。このような感じで何部隊か攻撃している。このままでは晴れないか。まあしゃあないしゃあない。作詞命を惜しまぬ者から、我が前にさらに騎馬突撃。奥でも騎馬突撃が使えるので、策がございます。突破しましょう。私に策があります。敵をかき乱します。やっぱり鉄砲より騎馬隊とかの方が無難に対応ができるような気がする。100万の兵を動かす際よ。おーっと、オリジナルのワードがありましたね。まさかの。攻めましょう。お覚悟願います。あーっと、今抜けられたぞ。敵の居所が分かりました。1部隊回想、2部隊回想。策
策がございます。そして鉄砲も使えるようになりました。策がございます。あと残りの部隊で他の部隊倒しに行きましょう。私とて負けられぬのです。これ数少ないね、太鼓持ちとかその技なんですよね。多くがもう女性武将、多くが臥薪嘗胆とか叱咤とか、あとは一蓮托生とかね、そういう技しか戦法しか使えないので、本当ドタコ前の太鼓持ち、これはものすごいね、あの活用のしがいがある。敵の居所が分かりました。赤城ども、さて一部隊回想、よく狙ってください。あとは大谷義継を倒しきれるかどうかといったところ。ちょいと厳しいか。どうやら私を怒らせました。騎馬突撃ができるんであれば、ご命令くださいませ。始めましょう。敵の逃げ道を塞ぎたい。ございます。みんな力を合わせよ。策がございます。もう陣所取られてるんで、この辺りはしょうがない。負けるわけにはいかないのです。これ今淀殿のところにお初とお号を入れてるんで、ちょっとね育成が終わるまではこの3姉妹セットでやっていこうかなと。で今の九州もねほとんど持ってる人がいないんで、お初が唯一の九州持ち、回想状態の敵に一気に襲いかかるという技。大谷義継はあとわずか。お覚悟願おう。戦況で終わった。終わりですね。そして敵ほとんど戦意くじかれてるんで、一気にいけるか。敵が迫っております。おっと、これどこの話だ。柴田勝家、この戦我らの勝ちですね。柴田勝家はこれだな。じゃあ弓木城を襲ってしまえば、いやここを竹部山取ってしまえば進みましょう、なんとかなるんじゃなかろうか。おっとすごいな、長宗我部と毛利7万対12万のね兵での戦い。毛利がそして追い払う。城を囲みましょう。さてここは勝ちが揺るがないんであれば中で戦わない。この戦私竹部山は取り終え、さらに進みましょう。進みます。今弓木城に敵が集結しているので、ここを襲えば多分黒井城の方は攻めてこないと思います。報告いたします。でここで上杉謙信が信濃に兵を進めるつもりという話も出てきてしまった。さて今弓木城に取り付いたら敵が攻めてくる。音楽は鳴り止んだ。あこれ敵が撃ってできてきた。この隅城勝ちが揺るがないんであれば戦わない。特にこちら側のね舞台は弱いので中で戦うメリットがあまりない。さて徐々に敵の勢力削れてはいるけれども、我らの勝ちですね。どこまで進むかの問題が今度は出てくる。続きなさい。大谷義継が来るのを待って戦うか。一つ前だと守り優勢、上矢印二つなのでここで戦うとでももう遅いか。手を打ちましょう。この場で待ちましょう。さて大谷義継との戦いもこれも外でいいかな。結構兵数減らされたのでそろそろ帰らないと厳しいかもしれない。で後瀬山にも敵部隊やってくる気配あるので、あどうしたものか。包囲します。間に合うかどうか。間に合ったな。我らの勝ちですね。柴田勝家のこの部隊を3万も引き連れているので、どっか戦いやすいところで戦いたいけれども、まあ、一番良いのはここということになるの、千瀬山ということになるので、進みましょう。ちょっと樹形にを下げて、下げるかもしくは別角度。進みます。待機します。
行きます。柴田勝家が行ってる間に金ヶ崎城行けるか。これはでは戦っていきましょう。柴田勝家追い払えれば大きいんだけど、これぶつかってしまったのは手前側で、で中ではやらない。まあさすがに負けたか。でも敵の兵数も大きく減らせたので、うん、そろそろ戦6ヶ月となっているので、そこら辺も考えて、これが最後の戦いかな。そうなったら朝廷がこうは結ばせに来るのかと思いきやね、まさかの金の無心という。兵力差は 1.7 倍8倍とかそのぐらいでしょうか。敵は兵数に穴もないしでちょっと厳しいか。このような編成でいきましょう。まあそれでもここはちょっと山あいになっていて、うまく鉄砲撃てるんであれば、なんとかなるんじゃなかろうか。始めましょう。ご命令を。始めましょう。皆さん、今回は鉄砲部隊を前面に押し立てるような形で戦います。始めましょう。参りましょうか。まさかのね、大市と柴田勝家の戦い。前回は浅井長政と大市の戦いでしたけど、なかなか因縁のある武将とよく戦うことになるなと。まあそれだけ大市が有名なところと接点をね、いろいろ持っていたってことですよね。結局ね、この浅井三姉妹もね、お市の子供でもあるし。さてこれまだ舞台が前にいるからか打てない状況。ちょっとここ隙間あるのが気になるけれども、さてどんなもんだ敵は。敵の居所が分かりました。さて雨も降っておらずで、おいおい雨がまさかのこのタイミングで降るか。こうなってくると途端に鉄砲隊はやることがなくなってしまう。油断しました。なので普通に囲っていきましょう。晴れが来ない。これ微妙に空いてるところから入ってこられる可能性があるんで、ここら辺気をつけましょう。さて一部隊は階層まで持っていけそう。まあ順守もあるし問題なく追い払えそうかな。これはようやく晴れましたが、もう体勢は消している。あった、間違えた。行きますよ。策がございます。許しを請う。今のうちですよ。策がございます。これでほぼほぼ終わりかな。なんとか抜けようとしてるけどね、本陣切り込みのために。今は引こう。事務所には行かせんぞという感じで女性陣が抑えている。そして戦況で勝利。終わりですね。お疲れ様でした。2倍ぐらい今倒して、じゃあ今回は一服でいいんじゃないか。これぐらいで。おっと細川忠興、そっかそっか、こっち側にいたのか。ガラシャは向こうに行くかなと思ったけど、特にそういうこともなく城へ戻ります。あれガラシャこっち側にいるよね。うん、ガラシャがいた。さてじゃあこうはやっておきましょう。はい、ここで上杉謙信が動き出した。ちょっと待ってくれよ。
上杉人気だな。我が領内に敵が迫っております。55,000。今兵解放したばかりで、それでも武将は全部戻ってきている。朝倉を倒し終えるかと思ったけれども、そうもいかずか。しかも見えるメンツが上杉武田連合軍みたいな感じにね。上杉謙信、これは武田誰だっけか、信繁かで、勝頼、山形、正影、そして馬場美濃さん、鬼美濃さん、そして真田信行、真田正幸、どんな軍団なんだこれは。といったところで今回は終えたいと思います。この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。高評価ボタンも押していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。